先ほどデュエルマスターズ公式から41番目のクリエイターズレターが更新されました。そこに本日からの新しい CS プロモの一覧が掲載されていたんですが、それがマジでヤバかったので早速なんですけど紹介していきたいと思います。まず CS 参加賞ベスト64以内のプロモーションカードがフェアリーリライフ。皆さん来ました、フェアリーリライフ。以前もフェアリーリライフやジャスミン配布されてたんで、まあその流れだと思うんですけど、参加するだけでこの何枚やっても足りないフェアリーリライフがもらえるというのはめちゃくちゃありがたいですね。続いてなんですけど、ベスト8来ました、カッター&カッツキング。デドダム再来というか、俺デドダムどころの騒ぎじゃないかもしれないですね。初動は3万とかで、まあ落ち着いても1万から2万の間ぐらいはしそうですね。なので最近だとちょっと CS の参加者減ってましたけど、またこれで爆増するかもしれませんね。で、優勝賞なんですけど、これが何になったのかというと、龍風魂聖ザーディクリカ。ちょうど4枚集めたいっていう、4回優勝して5C に組み込みたい、4C ドラグナに組み込みたいみたいな、まあスーパーレアということで、まあ優勝プロにね、すごいふさわしいチョイス公式の方でしてくれたなという感じです。で、他にもオリジナルだと特典でもう1枚プロモつくんですけど、ベスト8以上でどんどんボルカニックなる、これもバカくそありがたいですね。ベスト8に入るとカッツキングとどんどんボルカニックなるっていう、まあ、シータカラーのね2大超受け&リソースみたいなのが手に入るという構造になってまして、さらにまあシールド戦ですね。こちら前回プライマルジャイアントってめちゃくちゃ強かったんですけど、全然負けず劣らずで地粒神の魔人、まあ、これ手に入るのめちゃくちゃでかいですね。同じくガードストライクで、まあ、よりいろんなデッキに入るカードなので、プライマルジャイアントもびっくりな値段になるんじゃないでしょうか。そして最後、リモート CS ですね。リモート CS ということで、優勝してもらえるとかそういう CS は少ないんですけど、まあランダム抽選で参加するともらえるプロモーションカードが、もう本当にね、まさかここでこれを出すのかというのが来ました。デスザークの GP プロモです。こちらがね、配られるということで、皆さんね、リモート CS に今後参加しまくって、自分も当たるまで RTA やろうかななんて思ってるんですが、来期の CS プロモが強すぎるということで、オーライマックス編今後の競技シーンめちゃくちゃ注目というお話でした。まあ、というのは全部嘘なんですけど、投稿日を見てもらったら分かるように、本日は4月1日ということで、エイプリルフールのネタ動画になります。すいませんでした。で、比較すると現在の CS プロモって、まあこんな感じで、前回のデドダムと比べると、まあ参加者はちょっと減ってしまっているという現状はあるようです。まあかといって、このレベルでね、CS プロモ強かったら強かったで、まあそれはそれでね、別の色々な問題が発生するっていうのも僕も長いことやってて分かるので、去年のデドダムがちょっとやりすぎだったんじゃないかくらいにね、思ってます。一回ハードルを上げちゃうと次下げた時にまた参加者減ったりしますからね、ある程度どこかの塩梅で保っていくっていうのがいいのかなというふうには思います。はい、そんな感じでくれぐれも騙されないようにね、デスザク GP プロも配る時点でまあ騙された人はいないと思うんですが、一瞬でも騙されたという方はぜひコメントよろしくお願いします。それでは今後は普通の動画また出していきますので、バイバイ。